んか余裕だね。もしかして魔法ってばそういう経験あるの？そっか、よかった。童貞中とかそんな童貞信仰は持ち合わせてない。持ち合わせてるわけじゃないけど、そういう人がいた時に比較されるのは嫌だなって。それにさ、私の方が年上なのにそういうことをリードされるのもちょっと微妙かなって。ここはやっぱり年上としてお姉さんがリードしてあげましょう。うるさい。好きな相手に緊張すらしてもらえないっていうのは結構ショックなんだけど。本当だ、ドキドキしてる。あと思ってたよりも筋肉があるんだね。服の上からじゃ本当にわからないものだね。興味あるかも。麻婆の